ある山の奥に、3年間好きだった同級生を忘れられないウプ主が住んでいました。その同級生は脳の血管の病気を患っており、それを見れる脳外科は東京にしかいないということで、東京に旅立ってしまいました。そこでウプ主は自分が浪人したことをいいことに、同じ大学に行き、必ず見つけ出して、将来その女子と結婚することにしました。いや、この話ロマンチックにも聞こえるが、ただの重たいストーカーの類の話とも取れるぞ。その後上京してきたウプ主のもとに、ある日、Twitter で大学の近くに、住んでいるという女性から仲良くしてくださいと DM が来た。それよくあるスパムボット的なやつじゃないのか？よくフォローしてくださいとかめちゃくちゃな日本語書かれてて。フォローするなり、URL が送られてきて、開くとアダルトサイトに飛ばされる的なやつじゃないのか？さすがにウプ主エフラン大学に通ってるわけじゃないから。相手がアクティブユーザーだってわかったぜ。てか、フォローしてください書かれてたら、エフラン大でもまともなユーザーじゃないってわかるぜ。その後、その女性とやり取りを重ねていくうちに、どんどんヒートアップしていって、最終的にウプ主の元に本人のエロ画像が送られてきて、煽る的な話になったんだ。やべえ展開になったと思いつつその状況を楽しんでいたウプ主は、その会話をスクショして、こいつヤバいみたいな感じで、好きだった女の子に送りつけたのでした。すると、その女の子に、これを私に送るってあんたどんな神経してるの？とキレられ、ブロックされたのでした。いや、当然の反応すぎて草。逆にこんなことしてよく大丈夫だと思ったな。彼女はとても人格者で、ウプ主高校時代にしょっちゅう、丸らせろ丸らせろとか言ってたが、大丈夫だったぜ。ウプ主安定の最高で草。その後、自分のしたことに反省し、近所のお姉さんとも縁を切ったウプ主だったが、一人っきりになってしまい、病んでしまった。ところから本編始まるぜ。いや、前置き長すぎ。てなわけで今日も、ゆっくりしていってね。それは大学入学から2ヶ月の出来事。その頃、COVID ちょめちょめが流行していて、大学の授業は全部オンラインだったんだ。そこで暇だったウプ主は、こそっと参加者たちを眺めていたのだが、一人だけめちゃくそ可愛い女子がいて、ウプ主は一目惚れしてしまったんだ。そこでウプ主はその女子の名前を覚えたんだ。その後、夏休みに突入し、暇だったのとずっと好きだった女子を失った悲しみから、マッチングアプリをインストールしたんだ。で、開いた途端、オンライン授業で一目惚れした女子らしき人が出てきたんだ。まさか、見間違いか人違いだったんじゃないのか？一瞬そう思ったんだが、名前と顔が完全に一緒で、近辺に住んでいると表示されていたので、ウプ主は本人だと確信した。ところでマリサ、お前はマッチングアプリをしたことがあるか？なわけ？マッチングアプリでは男女比が狂っていて、女性の競争倍率がすごく高いんだ。へぇ。そこでせっかくいいね送っても、マッチングできなかったら面白くない、と思い、ウプ主はいいねの上の見てねという、いわば、ドストライクで好きですボタンを押してしまったんだ。同じ学科の男子からこんなことされたら地獄だろ。彼女のプロフィール欄には、優しくて素敵な人探しています、と書かれていたんだが、ウプ主の頭の中では、それってオラのことやん、状態だった。もうどこから突っ込んだらいいかわからん。一人称オラなんだな。結局、見てね送ったんだがマッチングできなかった。っていうか、マッチングしても課金ユーザーじゃないと、やり取りできなかった。その後、時間は流れ、CORONA も一旦収まり対面授業が始まった。すると女子の間で、〇〇くんって誰？という話になっていた。ウプ主はマッチングアプリを本業でやっていて、通ってる大学名明かしていたから、特定されてしまったんだ。アホすぎだろウプ主。よく、頭隠して尻隠さずというが、頭すら隠せてないやないか。本人に特定されないように、必死で目を合わせないようにしていたんだが、〇〇くん、うちと目が合わせられないと女子の間で笑われていて、ウプ主リアルに泣きそうだった。地獄だな。ただ、自業自得だからな。恋愛って SNS でやり取り続けていって、次第に距離感詰めていく方がワクワクしないか？現実で会ったことない女子に突然好きなのがバレて、いきなり告れってなるのはナンセンスな気がしないか？普通に他の女子の見せ物にされるの冷めるんだよな。この動画上げた後にコメ欄に、恋愛って他の女子の見せ物にされると冷めるよな？とコメントを載せておくから。同感だという人はいいねを押してくれ。いや、視聴者に共感してもらおうとすな。
その後、LINE でマッチングアプリの人は実はウプ主ではなかったというオチにしていただけませんか？と本人に送ったんだが、未読スルーされて、しかも送った内容を他の女子に話していて、積んだので、無視を決め込むことにした。もう、ウプ主何してもボケツ掘るだけだから、何もしないがええぞ。どんな絶世の美女や美男でも、恋愛テクがクソだと一瞬で冷めるということを実感したのだった。実はこの動画は最初に上げる予定だったんだが、一応、本人に許可を取ろうと思って、この動画を様子でにウップしていいですか？とメッセージを送ったんだが、既読スルーされてしまって、病んであげるの躊躇してたんだぜ。やばい動画作ってんのにメンタル弱いのくさ。てか、許可なんて取らなくていいのに。そういうところは無駄に律儀なんだな。ただ、もう動画上げなくても春休み明けたら積むの確定しているし、即座にダメですって来ないってことは暗黙の OK。だと取ることもできるので上げることにしたぜ。ま、上げてダメなら後で消せばいいだけだしな。てなわけで今日の動画は以上だぜ。本当は前日に文言完成したんだが、保存してなくてデータ全部飛んだ時は泣いたぜ。Excel やワードと違って、間違って消しても復元できないデータもあるから。みんなはこまめにデータ保存することにしような。改めててなわけで、この動画が良いと思った人は、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくだぜ。では、次の動画でな。マジで積むから春休み明けてほしくない。自業自得。